エメ柄の一つ。1960年代から1970年代前半には、三井物産、三菱商事と並んで、3M と称される、総合商社トップ3の一角であったが、その後、伊藤忠商事が、畑産業を合併して力をつけたことや、住友商事の台頭、さらには、ロッキード事件の影響などによって業績が低迷した時期もあった。 1997年のアジア通貨危機によって、各商社は甚大な負債や不良再建を抱え、それにより丸紅も一時は倒産の危機に直面したものの中期再建計画であるアクション 21A プランに沿って業績の V 字回復を達成する。その後は、多商社と共に商社夏の時代を謳歌している。特に丸紅は伝統的に紙、 パルプ部門、食料部門、電力部門に強みを持っているほか、空前の資源工の恩恵、またはリスクマネジメントの強化などもあって、2013年3月期は2期連続で過去最高益を更新し、売上高は7大小社中第3位となった。2020年3月、産油国による協調減産体制が終了したところに、 新型コロナウイルス流行に伴う景気減速が重なり、原油価格が50ドル台から20ドル台に暴落。メキシコ湾岸油田や北海油田で行ってきた石油、ガス開発事業やアメリカの穀物事業で大きな減損損失が発生した。同年3月25日の記者会見では、2020年3月期の 最終損益見通しを過去最大となる1900億円の赤字となる見通しを発表した。2021年3月期の最終損益は、原油価格や銅の資源価格も高まり、一転して2253億円の大規模な黒字転換を果たしている。創業者、初代、伊藤中米1858年、初代、伊藤中米が、 アザブの持ち下り業所を開始したことをもって、創業としている。そのため、同業の伊藤中正寺とは同梱。その後、一旦伊藤中と分割されたものの、戦時中に再度合併。戦後の財閥解体措置により、再度両者は分割され、1949年に、現在と直接つながる丸紅株式会社が設立された。 マルベニ旧大阪市シャビル2015年3月31日現在2009年4月現在2002年以降、マルベニはフランス企業アルストムの米国市会社と共謀し、インドネシアスマトラ島のタラハン火力発電所の事業契約が受注されるよう、インドネシアの国会議員や国有電力会社幹部に依頼。マルベニは受注成功の見返りとして、米国内にある コンサルタント会社の銀行口座を経由して数十万ドルをインドネシアの銀行口座に送金した。この贈愛工作により2004年7月マルベニは事業を受注2007年に発電所は完工した。2014年事実の調査に当たったアメリカ合衆国司法省はマルベニに調査協力を促したがマルベニはこれを拒否。 司法省はマルベニを連邦海外腐敗行為防止法違反などの罪状でコネチカット連邦地方裁判所に提訴した。2014年3月19日マルベニは F 失敗犯など発見の容疑事実を認め罰金8800万ドルを支払う司法取引に合意。連邦地方裁判所は2014年5月15日に判決を出すことを決定した。 2014年3月20日丸紅ニはニュースリリースの中で2014年3月記念結業席予想に変更はないと見解を出したが新たな独立コンプライアンスコンサルタントを起用する計画は否定した丸紅の東証一部株価は発表後3週間で約80円下落2014年3月26日日本国外務省は 政府開発援助援借管事業である、タラハン火力発電所事業において、マルベニが不正を行い、アメリカ司法省と司法取引をしたことに対し遺憾を表明し、マルベニに対し平成26年3月26日から、平成26年12月25日までの9ヶ月間、ODA 事業参加排除措置を取った。日本国には1998年に改定された、 不正競争防止法第18条で、海外贈賄行為に対し10年以下の懲役もしくは1000万円以下の禁止罰金規定を定めているが、日本国の司法当局は、本件事案に監視捜査を開始していない。ありがとうございます。